こんにちは。今年の2022野遊び北海道ツーリングを担当することになったサポートチームのアバターオサムだ。よろしく。2020年2021年に陰で指令を出していたあのはあはあうるさかった総長、あいつね、実はリストラになったから、今年からは俺に任せて。ところでさ、オープニングで綺麗な夕日の動画を流してたけど、あれそんな簡単じゃないからね。北海道は敵とかマジでいるから、下手したらずっと攻撃を受けることもあるからね。ほんとマジで。この動画が少しでもこれから北海道ツーリングを考えている人の参考になれば嬉しく思うよ。2021年の動画もぜひ見てほしい。では今回のテーマだが、2022北海道ツーリングプラン、キャンプ場情報、YouTube 野遊び北海道について、2022野遊び北海道ツーリングまでの苦労、このようなテーマとなる。さあ行ってみよう。2022北海道ツーリングプラン、まずは横浜から仙台港に向かう。仙台に着いたら、まずは森の市場で海鮮丼を食べ、港近くの極楽湯でまったり過ごそうではないか。これが恒例の仙台での過ごし方である。その後はいよいよテンション爆上がりのフェリー乗船だ。そして苫小牧に着いたら、敵の状況によって行き先を考える。敵がいない場所に向かうことは重要な戦略なのだ。しかし必ず行きたい場所は決まっているので、晴れの日を狙ってそこに行く戦略となる。行き先を自然には逆らわず考えながら進む。これも北海道ツーリングの楽しみだ。苫小牧港に着いたら、まずは襟裳岬へ向かう。その後は今回の目的である道東の林道を走破して、そして去年行くことができた函館を逆方向から攻める。去年どうしても行きたかった利尻島へ渡り、今年最後のオトンブ風力発電を見て、札の美へ向かい、苫小牧へ向かう。
そんなミッションである。これはあくまでもプラン A であり、プラン B、プラン C も用意している。あと極秘情報だ。オトン類風力発電が来年から見れなくなるそうだ。今年が最後になるぞ。そして今年の野遊びで一番のテーマである林道走行だが、同等にフォーカスをしている。新規の林道走行予定の場所は釧路湿原、日本最大の湿原ということで雄大な自然を走る予定だが、以前からここは走りたいと思っていたのですごく楽しみだ。フレシマ湿原、こちらも湿原の中を走るダートで、この湿原地帯を走り抜けることが本当に今からドキドキしている。本別林道、超ロングストレートがあるということですごく楽しみだ。これぞ北海道を感じれるダートストレートが超楽しみだ。糸魚川林道、湿原の中を沼と湖を見ながら走る林道だ。北海道の林道での出会いはドキドキ感が半端ないので、アドベンチャー感半端ないだろう。渚のドライブウェイ、林道ではないが、あの千里浜渚ドライブウェイのように砂浜を走れる。いつもオフ車だと砂浜を走りたくなるので期待しているぞ。エトンビオク林道、展望台もあるがかなりマイナーな林道のようだが、とにかく景色が素晴らしいとのことなので景色を楽しみたいと思う。シャリガー林道、小鹿の滝につながる林道で定番の滝を目指しての林道だが、無理をしないようにと思う。ホロイ山林道、サロマ湖を展望するために走るが有名な林道のようなので、安心してサロマ湖を堪能したい。小向け湖畔線、林道ではないが海と湖を同時に見ながら走れるダートだ。やはり水辺のそばを走るダートは興奮間違いなしだな。池の湯林道、どうしても行きたい金武島という神秘的な沼を目指して林道を走破するぞ。これってサポートチーム目線だけど、俺的にはキャンプ場っていろいろあるけど、一番重視してるのは近くにお風呂があるかってことなんだよね。とにかくお風呂だよ。北海道って無料から1000円くらいまでのキャンプ場がほとんどで、お風呂もワンコインが相場だから。関東のキャンプ場と違ってマジで北海道を走るならキャンプするべきなんだよね。でもさ、お風呂があってコンビニも近くにあるってなると、たとえ北海道でも選択肢はぐっと減ってくるんだよね。これっていわばゴールデントライアングルだから、全てが揃うって満足度が半端ないってことなのよ。わかる？まあそんな中からお気に入りも含めて紹介するから参考にしてほしいね。まずはナウマン公園キャンプ場ね。ここマジでいいから。だって芝生なのにタダだからね。しかもお風呂もコンビニも近いって関東じゃ考えられないよ。道東に向かうならここで一泊はマジでおすすめだわ。ナウマンゾには全く興味ないけど、このキャンプ場は最高。次ね、ここはね一回泊まったけどすげー感動したよ。芝生の質も最高だし、歩いてお風呂も行けるからね。コンビニはバイクで少し走るんだけど、根室方面走るなら絶対に泊まった方がいいって感じ。比較的さ、
屈斜路湖のキャンプ場って近くにコンビニもないのに料金高めなんだよね。でも三幌峠や摩周湖とか行くんだったらこの辺で一泊って考えるよね。ただね、敷地内にある露天風呂がマジ最高だから、星とかすごいからね。ここはマジでいいね。多分さ、俺的にはナンバーワンだわ。ここで夕日見ながらのビールは最高。東京のバーとかとか比較になんないね。あと歩いて行けるお風呂の湯がぬるぬるしてて最高なんだよね。餌抜か線も近いから道北に行くなら鉄板だよ。ビフクアイランドね、ここは今回絶対に泊まろうと思ってんだけど、なんといっても箱岳のふもとだから箱岳アタックするなら超便利なんだよ。ここ敷地内にお風呂もあるから、ほんまに心に泊まるのが今から楽しみだわ。はいはい、何気に2回も泊まってるんだけど、正直お風呂もコンビニも遠いんだよね。無料だから文句言えないけど、ただ利尻島や礼文島に朝一のフェリーで行くならマジで稚内港から近いから、その場合は便利だからここに泊まってしまうよねって感じ。利尻島ならここかなって思っていて、お風呂も近くて、とにかく夕日と利尻山の両方が見えるみたいだからね。離島のキャンプ場ってだけでなんか興奮するよね。本当に晴れてる日に行きたいなって感じてるわ。三崎台公園だよね。ここも2回泊まったことあるんだけど、マジで好き。隣にあるお風呂も最高だし、キャンプ場も雰囲気も最高なんで、本当これで無料なんだよね。道北に行くときは絶対にここで一泊したくなるよね。それくらいいいから。まあ個人的な趣味やこだわりがあるからこれが答えではないけどね。そのところよろしく。あとさ、今回のツーリングために購入したソニーの ZV-1 だよね。どんだけぼかしたいんだよって思うけどさ、マジで北海道は景色最高だからしっかり録画したいんだよね。でも一眼レフみたいなでかい荷物を増やしたくないってのもあるから、今回の ZV-1 がどれだけいいか、これって今のところ未知数なんだけどさ、ただこんなコンパクトさはすごい期待してるし、綺麗な動画を残したいと思ってるよね。まあ北海道から帰還したら怒涛の編集に入るわけだけど、またその時に会おうって感じかな。じゃあ次の北海道ツーリングまでの苦悩も見てもらって、夏の終わりにまた会いましょうって感じかな。Twists and turns and the sun beats down and it burns, but I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path, and I keep on pushing through. 'Cause I get up
And I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Yeah, I get up.最後まで妙な予告動画を見てくれてありがとう。では次回は夏の終わりにってことで。